裕太です。お、救急車ちょうどいる。今日はね、1年ぶりの TC2000 なんですけど、新品タイヤ用意したんで、ちょっとね、アンパネと、メガライフ軽量バッテリーを間に合う予定でいたんですけど、ちょっと間に合わなかったので、まあアンパネは勝手に思ってただけなんですけど、そうしたら踏ん切りできるかなみたいな思ってたんですけど、ちょっとそれがないんで、どこまでタイム縮められるかって感じですね今回は。そんな感じで、ちょっと気温高いんで、だいぶまあできるだけちょっと走っていこうかなと思います。はい、あ、そうそう、それで、TC2000 なんですけど、ダンロップが僕苦手なんで、ダンロップがね結構アンダーで突っ込んじゃってて、もう少し立ててブレーキして丁寧に入って80R 優先みたいな感じで走れば、もうちょっとタイム上がるのと、あと2辺もね結構突っ込みがちで、多分ね立ち上がりが遅いんじゃないかなって。2部屋、まあ人のことも言えないんですけど、結構2部屋って、ね、結構突っ込みがちな人結構多いんで、僕もそれには当てはまるんで、まあちょっとそうっすね、1回でもまあいつも通りっていうか去年通りの運転やってみて、そっから修正してみるのもありかなと。だいぶまあ車変わってるんで、そんな感じで、まあ一応ね踏ん切りは目標ですけど、まあまだアップデートが残ってるんで、ここで踏ん切りしちゃうのもいいですけど、ちょっとまあ近いタイム出してお預けっていうのもいいのかもしれないですけど、まあちょっといろいろね考えながら走ってみます。でまあ4ヒートあるんで、各ヒートごとちょっと思ったこと言って、まとめてみたいと思います。今シーズン2セット目の新品です。場所を選んでちゃんとアタックしようかなと思います。
いました。どうですか。こんにちは。いやちょっともう気温も高くなっちゃって、はい、新品グリップもタイヤも活かせず、ちょっと、はい、まあ、ベストはギリ更新はしてるんですけど、おお、ベスト更新すごい。ちょっとでも全然いまいちな感じで、うん、なるほど、ちょっと苦戦してますね。あ、今日の目標はちなみに、今日は本当はまあ1分切りとかそんぐらい目指してたんですけど、はい、とりあえずもう0秒台入れるところから始めないとまずいっすね。気温も結構上がってきてますからね。そうっすね、ちょっとだいぶきついんで。いやいや、まあ無理なくちょっと頑張ってください。そうっすね、はい、頑張ります。応援してます。0秒入る車なんですけど、ちょっと今日運転手の方がね、とにかく調子が悪い。いやー、なんかちょっと踏ん切りがどうのこうのとか言ってた自分がね、ものすごい恥ずかしいんですけど、ちょっとね、一番得意に自分の中ではしてたサーキットなんで、ちょっとねこれだいぶメンタルやられますね。これは去年とセクター1と2がほぼ変わってないんで、完全にもうこれ車っていうか運転手に問題があるんで、ちょっと最後ガソリン入れちゃって重いんですけど、ちょっともうタイムどうせ出ないんで、思い切って運転をちょっと変えてみて、ちょっとそれでチャレンジしてみようかなと思います。
たって報告あったんで見させてもらいます。今重さ測りに来たんですけど、去年と同じガスマンで、1395キロ、去年は1442キロだったんで、まあ、50キロぐらい軽くなりましたかね。いやー、とりあえず1300キロ台入ったんで最高です。ちょっとそれにしてはタイムが伸びてないんで、てかもう完全に突っ込みすぎなんでね、はい、ちょっと運転改めないといけないですね。ちょ、タイヤこんな感じ、まだ結構残ってるんだけど、なんかね、ここがこういう減り方してて、これ完全に下手くそですね。完全にアンダー出しちゃってるのと、多分ここが減っててちょっと内圧が高いんだと思います。はい、TC2000 終わりました。そこが4本目はね、なんかオレンジボール出されちゃって、あのピット入って見てもらったんですけど、なんか白煙が吹いてるっていう風に言われて、まあ見てもらって何も問題はなかったんですけど、でもう1本だけちょっと様子見で行こうかなっていうところで、ちょっとでもなんかもう心が切れちゃったんで、途中でもうすぐそのままやめて帰ってきたんで、4本目は結局走ってないですね、ほぼほぼ。で、結局、1秒3か。1秒3、358っていうのがベストかな。一応ね、タラレバだと0秒8。までは入ってるんですけど、ちょっとね、全然あの1コーナーと1ヘアとかで全然ノーズが入っていかなくて、多分突っ込みすぎなんですけど、単純に車速の問題なのか、あのブレーキのリリースのタイミングとステアリングを切るタイミングが多分ちょっとの差でこうだいぶ変わるんで、そこの感覚がね、あの、去年とかだいぶ自信があったんですけど、ノーズ入っていく感覚っていうのは。今年はね、それがね、全くなくて、もうただただドアンダーで苦しい感じだったんですよね。まあ、ちょっと頑張りすぎちゃって、突っ込みすぎちゃってるのが原因だとは思うんですけど、で意識してもそれが治らない感じだったんで、もうちょっと今日は根本的にもうダメな日でした。でも気温がもうだいぶ高かったんで、ちょっと今日は縁がなかったなという感じです。結局、まあ、タラレバで言ったら0秒8なんですけど、まあ、ベストで言ったら1秒3なんで、ちょっとね、去年よりコンマ3しか縮まってないんですよね。筑波線も本庄も1秒ぐらいは縮まってるのに、こんだけ大きいサーキットでだと逆に1秒以上は絶対縮まるだろうなっていう予想はしてたんですけど、全然うまくいかなくて、まあ自分もだいぶびっくりしてるのと、ちょっとだいぶいろいろね、新品組んでとかいろいろやってこの結果なんで、ちょっとだいぶメンタルがやられてますね。だいぶちょっとね、悔しいのと、ちょっとまあ一応ね、目標でだいぶ踏ん切りとかって言ってたんですけど、それもね、だいぶちょっと恥ずかしいなっていう感じなんで、いやー、ちょっとこれはだいぶ痛い、ちょっとやらかし問題ですね。完全にやらかしてますよ、これ。なんで、ちょっと、まあ、データロガーっていうものがありますんで、もう徹底的にね、今日の、解雇して、もう、次に生かさないといけないんで、この失敗は。はい。まあ、ね、今までが、筑波2000はだいぶ順調に来すぎてたんで、ちょっとここで一旦つまずくような感じにはなるんですけど、
で、今年はちょっとね、もうスケジュール的にもう一回走るっていうのはできないかもしれないんで、ちょっと踏ん切りの夢はだいぶ遠いっていうことが分かったんで、で、だいぶ乗れてない状態で、でも逆に0秒8なんで、まあ、ポジティブに考えれば、なんかだいぶ自分の運転がハマれば、あとコンマ5とかは削れると思うんで、そうするとまあ今の状態でもコンディションとか良ければ0秒前半は逆に言ったら見えてくるとは思うんで、だいぶ今日乗れてない中でってのタイムなんで、いやーでもちょっとだいぶ悔しいですね。0秒は絶対入ると思ってあんだけ豪語してたんですけど、マジで不甲斐ない結果で、はい、そんな感じです。なタイヤの減り具合見ても真ん中しかも斜めに減ってて、で途中もだいぶ内圧がね2キロぐらいになってた時もあって、タイヤもだいぶちゃんと潰せてない感じかなっていうのもあって、まあそういうのがいろいろ重なってっていうのもあると思うんで、はい、そんな感じです。マジでちょっと悔しいんで、まあ来年に向けて、まあ来年もこの調子だと踏ん切りできるかどうか怪しいところではあるんですけど、まあちょっとつくばを踏ん切りするまではね、やめらんないんでね、これは。はい。まあ他のサーキットもちょっと行きつつ、つくばも踏ん切りしてっていう感じで、はい、思います。ってな感じで、じゃあ今回は以上ですと思ったんですけど、ね、油温がね110いかないぐらいで、水温が93ぐらいかマックスでも、やっぱこんだけあの速度乗るところだとだいぶあの温度計は楽ですね。はい。あと白煙ももしかしたらあのなんだっけ、タイヤスモークかもって言ってたんで、あとは多分横字かかるとオイル上がりかわかんないですけど、それがオイルが劣化してんのか燃えてんのかわかんないですけど、多分ちょっと白煙っぽいんで、うん、まあそういうのもちょっと今後見て様子見ていきながらやりたいと思います。でブレーキは全然問題なかったです。あのブレーキ効かない現象は全然起きなかったんで、うん、まあそこはちょっととりあえず一安心って感じですね。はい、ってな感じで以上です。